ロクマリアケールはフランス、ブルターニュ地域圏、モルビアン圏のコミューン。ロクマリアケールはモルビアン湾の西の入り口に位置する。キブロン湾を見下ろす数多くのビーチがある。世界最大のメムヒル、ER グラ19世紀後半からカキの養殖が行われるようになった。ロクマリアケール沖にカキの養殖地を作るため3世代が仕事に従事してきた。 彼らは泥を取り除き、砂を入れ替え、場所を整備する必要があった。彼らは、カキの稚貝を集め、カキを捕食しようとする侵入者や嵐からカキを守りながら、3年かけて養殖した。1927年以降、ロクマリア・ケールでは、稚貝の繁殖と養殖は半々に行われた。マレンヌとオランダ、イギリスが顧客であった。カキ産業は今も盛んである。 350人から400人が働いている。しかし、1973年から1974年に、かけ、モルビアン湾から2種類の海中によって壊滅的な被害を受けた平らかが間引きされた。このことによって、日本原産の間書きが導入された。今日、モルビアン湾とサンフィリベール側の間が掘られて、柿養殖場となっている。 キブロン1における柿養殖と水揚げはほぼ横ばいである。機械化が導入されたとはいえ、肉体労働の比重が創業でも商業でも高いことには変わりがない。2008年、6マリアケールに30の柿養殖事業者が存在した。約50人の常勤労働者がおり、10月から5月まで季節労働者が加わる。各業者は生産にしろ。 卸売業者への卸にせよ、小売業者や直接消費者へ販売するにしろ、すべてに責任を負う。2008年には、フランス国内の養殖柿にウイルスが蔓延し始めた。それにもかかわらず、一部の業者は、海で違いを集め、オーレ川で柿養殖を行っている。2008年11月26日、ロクマリアケール議会は、ヤーディー。 あるブレイジョニー検証の批准を可決した。参照元、1962年まで、イヘス、1968年以降 INSEE。ありがとうございます。